ポップンジャズシンガー&クラリネットプレイヤーのカナです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。音楽で笑顔になったり涙したり、過去を思い出したり、心がほぐれたり、何かを感じていただければ嬉しいなと毎日動画をアップしています。気に入っていただければぜひチャンネル登録をお願いします。さて今日は、今日はしめ鯖を作ろうと思って、サバを2匹三枚おろしにしていただいて買ってきました。皮も剥いでいただいてですね、すぐに帰ってきて塩にまずはまぶし40分待ちます。水気を取ったサバにですね、ここがこれ、パビリンマートの水ではなくてですね、今までのしめサバの使ったお酢をね取ってあるんです。ここに旨味がめちゃくちゃある。なのでこれをまず入れて、でここにお酢、足りなければお酢を出していきます。はい、こんな感じで、ちょっと千鳥酢を私は足しまして、ここからねタイマーで測って15分待ってください。15分、もちろん冷蔵庫の中でね。はい、15分のアラームが鳴りました。タイマーが鳴りました。でこのこのお酢がまたこのファミリーマートツナの中に入れて、また次のしめ鯖の時にこの子たちの美味しいエキスがね入っているということでございまして、で、もうこのしめ鯖は OK なんですが、虫が怖いので、この水分を取って一晩冷凍して、でその後にまた解凍をして、できれば自然解凍がいいんじゃないかなと思いますが、自然解凍していただくという、そんな感じの流れになっています。しめ鯖でございました。はい、美味しい美味しいやつがこれに取れまして、またこのファミリーマートのコレクションの中に、喉の渇きにご飯の音でね、サバもすごく、しめサバすごい美味しそうですが、頑張って一晩待ってみてください。明日が楽しみ。ぜひ皆さんも作ってみてください。鶏ハム、しめそば、春菊。最後までご覧いただきありがとうございました。こうして動画を毎日アップしています。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また Facebook ページ、Twitter、Instagram、TikTok もやっています。そちらの方もぜひフォローしてください。詳しくは概要欄に書いておきますので、ぜひぜひそちらの方もチェックお願いします。ありがとうございました。